モビルファイター系が大好きな地球圏の皆様、お待たせいたしました。今日はこれだ。ガンダムビルドメタバースの最新 HG144 分の1スケールゴッド、あ、新ね、新バーニングガンダムだ。発売日は2023年の11月11日、価格は2640円でございます。今回の新バーニングガンダムの目玉として、マントや攻撃エフェクトに偏光樹脂を採用しており、光の当たり具合でグラデーションのように色が変化する素晴らしいパーツが採用されています。前回動画にした世界2000体限定の激ヤバガンプラ、ポラライズドコーティング、あ、すいませんね、ポライズドコーティングじゃなくて、よく見たら L がもう一個あったんでポラライズドコーティングでした。そのポラライズドコーティングでも変更パーツがバリバリ採用されてましたからね、もう変更の時代が来ているということですね。素組みでも高い完成度をもっともっと目指していこうということかもしれません。楽しみですね。それでは曇りなき眼で新たな次元覇王流を確認していきましょう。機体全体のフレーム、関節のグレーのパーツ、ホワイトのパーツ、前回の神木バーニングそのままだと思いますが、刀はパーツ一つで成形されていますね。レッドのパーツ、混じり気がなく美しいザ・レッドって感じです。出ました、変光樹脂パーツ。光が強く当たっている部分は青白く、それ以外の部分は濃いオレンジになる、まるでアニメーションの炎のような変光による表現が可能と、そういうことですな。装備状態は後でお見せしたいと思います。神木バーニングと形状はほぼ同じだと思いますが、こちらも変更仕様になりました。ブルーのクリアパーツ、イエローのパーツ、ボディのダークブルーのパーツ、ポリキャップ、こちらがシール。説明書もよくあるタイプですね。一枚開きタイプとなっています。それでは説明書通りに順番に組み立っていきましょう。よーし、それではヘッドパーツを組み立てたいと思います。まずはマスクとカメラアイのパーツをドッキングさせ、そのまま後頭部のパーツに取り付けます。この上からヘッドパーツの正面半分を重ねて、あとはブレードアンテナを差し込むだけと。非常に簡単かつシンプル。HG のお手本であり王道の組み立てやすさですね。いいじゃないですか。はい、できました。これでヘッドパーツが完成です。ほぼほぼ神木バーニングと同じなんですが、一番の特徴はブレードアンテナがさらに2本増えており、より派手になったところですね。予約開始時点でチラッと商品ページを見た時にはマスクの形状がちょっと変わったかなと思いましたが、そのまま同じっぽいですね。でここからボディーパーツですね。イエローのダクトパーツを差し込むと、これだけで色分けができてしまうんですね。いいじゃない。で一回これは置いといて、肩のパーツにこうやって色分けされた軸パーツを差し込んで、このまま蓋をしておきますと。 OK。 これを2つ用意して、さっきダクトをはめ込んだボディーパーツに差し込みますと。はい、左右にもう1つずつ差し込んで、ほい、で真裏から胴体パーツをはめ込んで、はまったね。ボールジョイントのポリキャップも差し込みますと。はい、ホワイトのパーツをはめて、そこから赤いパーツを重ねます。ほい、でさらにその上からクリアパーツをはめて、で最後にホワイトのパーツを上からかぶせれば、これで完成と。よし、腕のパーツを作りましょうか。赤いパーツと白いパーツをはめて、で2つをロックするようにもう1つ赤いパーツをはめます。でブルーのパーツをはめて、ここが肘になるわけですね。でもう1つブルーのパーツをはめ込んで、この色めっちゃいいですよね。とても美しい。でこの腕の手首のところにこの珍しい形のポリキャップパーツをはめ込みます。綺麗にはまります。で関節パーツをそのままズブッと差し込むだけですね。あとはこのように腕パーツをはめて、肩のポリキャップ関節にもカバーをはめて、このパーツと先ほどの腕を差し込んで接続します。よし、でここに紙のシールを貼るわけですね。角度こんな感じか。こういう丸のシールって角度が分かりづらいな。まあこんな角度でしょうね。よし、今回ですね、このように拳のパーツが抜き手、平手、握り拳と3種類あるんですけども、手の甲につけるアーマーパーツ、これがですね全く同じなんですね。ここら辺が作りやすくて非常にありがたいですね。だいたいこういうのって微妙に形が違って正しいハンドパーツにはめなきゃいけないんですけど、3種類とも全て同じパーツで大丈夫なので付け間違えたりすることがありません。これはありがたい。パーツが統一されているのは非常にありがたいですね。めちゃくちゃ組み立てやすいです。では装甲をはめ込んで、これを手首に差し込むだけと。 OK。 これで腕パーツが完成いたしました。二軸なのでちゃんとですねしっかり曲げることができる。さすがモビルファイターの流れを組む機体だけあって
しっかりポージングをつけられますね。いい曲がり具合だぜ。ではいよいよ新バーニングガンダムの最大の売りであるウイングパーツを組み立っていきましょうか。もう非常に簡単ですね。こうやって2つ重ねるだけでこの色分け。素晴らしい。でジョイントパーツをこの軸に差し込むと、同じくもう1枚このジョイントに差し込む。終わり。超簡単。すげえよ。で背中にマウントするバックパックをパチンと組み合わせるだけで、はい、簡単ですね。でここにさっきの軸を差し込むだけと。はい。でちゃんと動くし、いいじゃない。あ、なるほどね。ここにちょっと分かりづらいけど、ここに出っ張り軸があって、これとパチンと思いっきりロックするようになってるから、2枚別々では動かせないんですね。なるほどね。でもちょっとだけ隙間を開ければまあ2枚別々で動かせないこともないですね。刀の鞘のパーツなんですけども、2つはめるとなんか曲がっててこんなになるんですよね。なんか裂けた竹みたいになっちゃって、おいこれ大丈夫かと思ったんですけども、鞘のパーツを差し込むだけで、あら不思議、綺麗になるんですね。なかなか考えられてますな。で一発成形されている刀をですね、ちゃんと綺麗に差し込むことができる。いいですね。収まりもバッチグーじゃないですか。いいぞこれ。足のパーツを差し込みます。こちら側ももう一本、腕もボールジョイントなんで簡単にはまりますね。よし、胴体を差し込んで、ウイングパーツもですね、すっぽ抜けないようにスライドロック機構なんですね。パチンとはめるだけではなくて、スッと差し込めば簡単に抜けたりはしません。最後にヘッドパーツを取り付けて、これで OK。これでゴッドじゃなかった、新バーニングガンダムが完成です。めちゃくちゃ変わっているようですが、実は羽が追加されて残りはほぼほぼ同じという、やっぱり羽って偉大ですね。頭部アンテナ、スカートのパーツ、粒子パーツがクリアから変更パーツになったこと、これらが神木バーニングから分かりやすく変わったポイントですね。特にブルーのパーツなんか、普通のクリアパーツよりこの変更パーツの方がエネルギーが溜まってる感があって、私はかなり好みです。でウイングバーニングのエフェクトというかビームエフェクト、これもですね、この軸にパチンと差し込むだけ、もうめっちゃ簡単。これで終わりです。これが新バーニングガンダムイノカタ。ここでも変更パーツが光の当たり具合によって綺麗に輝き、エッジの立体感をより強調しています。でよ、この説明書のこのページよ、ここ。説明書のウイングバーニングパーツの欄に気になる文章がありました。ちょっと読み上げます。武者修行の中で世界の師匠と強い縁があるという銀髪の中老ファイターとバトルをした際に、彼が使用していた漆黒のガンプラの装備から着想を得た翼型の新ユニット、空中と宇宙でのバトルフィールドで姿勢制御用のスタビライザーとして機能する。この動画を見ている方はみんな知ってると思いますけども、劇中で名前はわからないんですが、ドモンカッシュとそっくりのキャラが一瞬登場するんですが、そのキャラと強い縁のある中老ファイターが扱う漆黒のガンプラ、一体何味なんだ。もうさっぱりわからないですね。そこアニメ化してくれよ、そこ。ブルーレイ買うよ俺。というバックストーリーのある意の型なんですが、噛み合わせるようなパーツの構造にはなっているんですが、パチンとはまるわけではないので、ちょっと角度によっては微妙に隙間ができてしまうことがありますね。このままウイングを通常通りまた元に戻すだけ。めっちゃ簡単ですな。ウイングバーニングパーツを折りたたんで、これがこの型形態です。武装は神木バーニングに引き続きタッチパーツのみとシンプルなんですが、今回は炎をまとったエフェクトバージョンのタッチパーツがもう一本付属しています。持たせるだけで、これがまあいい仕事してくれるんですね。この炎のエフェクトいいですよね。漫画チックというかアニメチックというか、この変更具合の光の当たり具合、面によって光り方が違う、この変更具合によってちょうどいい感じの炎のエフェクトっぽく見えるんですよね。これはよく考えましたね、こんなアイディア。実に仕上がりがいいです。変更樹脂でアニメのような演出が可能なエフェクト、独特のグラデーションはこの変更パーツでしかできない表現です。説明書にもガンプラ進化ポイントといって、わざわざページを用意して激推ししてますね。光源や角度によって色合いが変更する変更樹脂をクリアパーツに採用と、ナイスです。ありがとうございます。このように構えてかっこいい、ポージングをつけてかっこいい、私もよく塗装をする際にはクリアパーツもまとめて塗装しちゃう派の人間なんですが、これマジでさらに一段階表現の幅が広がりましたね。エフェクトの取り付けは超簡単ですね。ここに軸があって、拳の差し込み口にそのままスッと差し込むだけで、はい、はまりました。めっちゃ簡単。いいねこういうの、ユーザーフレンドリーですな。パンチエフェクトも装備させました。このように単色ではあるんですが、変更によってアニメのような立体感と表現力を獲得しました。さらに豪華なんですが、もう一つ大型
型のキックエフェクトパーツもついています。この大型のエフェクトもそうですね。ここに3本、こことこことここに軸があって、足の溝にこうやってはめ込むだけ。この状態からかぶせる、非常に簡単でございます。神木バーニングガンダムの強化機体ということで、流用パーツこそ多いものの、この遊べる変更パーツのおかげで購入する理由は十分にあるかと思います。こうしてしっかり照明を当ててポージングをつけてディスプレイするとマジで見栄えがいいですよね。私はこの変更クリアパーツはマジですごい仕上がりだと思います。さあ皆さんはどうでしたか？通常のクリアパーツが好きか、それとも今回の変更パーツが好きか、下のコメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。